ボクトさん、向こうのレシーバー意識しすぎでは。拾われたら拾われたで、また撃てばいいですし。なんかクロスダメだ。っていうか、クロス撃とうと思っててもストレートに撃っちゃうんだ。ボクトさんの弱点その37、片一方の調子が著しくいい場合。俺いつもクロスってどう撃ってたっけ。もう一方忘れる場合がある。今クロスの打ち方どうだっけって。え、ふざけてんの。残念ながら大真面目だ。序盤は結構いい感じの打ってただろうよ。今日ストレートがすっげえいい感じだから、ストレートばっか打ってたらなんか癖ついちゃって。こいつ落ち着け。これはまだ不調じゃない。ちょっとした一本で立て直せる。今のローテは。では何も考えずにクロス打ってください。ただ気持ちよく。道は作りますので。赤足かっけえな。おい、コズメはきっとボクトさんのいるレフト前方を狙ってきます。サーブレシーバーいつもよりネット側にお願いします。さすが反応早い。次のローテで敗北は光栄。めんどくさいクロウさんが前衛に上がってくる。ブロックを欺き、ボクトさんを確実に乗せるには今のこのローテが最善。その T シャツ超かっけえっすね。お、へいへい、見る目があるな。ひなた、私の春高で買ったんだよ。俺も欲しい。春高行って買えばいい。エースの心得一つ、背中で味方を鼓舞するべし。一つ、どんな壁でも打ち砕くべし。一つ、全ての俺を打ち切るべし。